オーソリティは、日本の競争馬である。主な勝倉は2020年の青馬賞、アルゼンチン共和国媒。馬名の由来は、ケニー、一心。ボバ三冠を達成した父のような活躍を願って、2017年2月12日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。シルクレーシングに手総額4000万円で募集された。美保の木村哲也厩社に入級。 7月7日に、函館で行われた2歳新馬戦で、池添健一を背にデビューを果たすと、一番人気の指示に、応えて、デビュー戦を勝利した。続く、不要ステークスでも一番人気に押されると、レースでは4番手追走から直線で力強く伸びて、解消。デビューに連勝とした。ホープフルステークスのパドックを、周回重傷初挑戦となったホープフルステークスでは、 東京スポーツ杯二歳ステークスをレコード勝ちしたコントレール等が集まった中、4番人気の指示を受けた。レースでは最初の直線で束に挟まれるアクシデントがあり、最後の直線も後方から追い上げたものの、最終的には5着となんとか掲示板を確保するにとどまった。3歳指導戦には弥生賞ディープインパクト記念を選択。安状にナイルヒューイットソンを迎え、 3番人気で臨んだ、レース本番、先行して、直線でも粘ったが、最後は、里のフラッグ、ワーケアにかわされ3着に敗れた。優先出走権を得ていたサツキ賞は回避し、ダービートライアルの青葉賞に出走。安城は前走に続き、ヒューイットソンが務めた。ここでも3番人気になると、レースでは、最後の直線で振動を外に切り替えると、 ゴール直前で先頭に立ちそのまま優勝。レースレコード勝ちで重賞初制覇とともに、日本ダービーの優先出走権を獲得した。安城のヒューイットソンは、短期免許期間の最終週で、重賞2勝目を飾った。しかし、レースの7日後に骨折が判明、全治3ヶ月の診断となったため、優先出走権を獲得した、日本ダービー出走を取りやめることになり、 休養入りとなった。半年の休養明けを12キロ増で挑んだ、アルゼンチン共和国売では3番手からレースを進め、2着の6番、人気ラストドラフトに一番新反差をつけ、重傷に証明を果たした。自走は、有馬記念に、川田正宮ビア城で出走、道中2番手でレースを進めるも14着と初の2桁着順に、沈む。4歳初戦は、 ダイヤモンドステークスに出走、川田が、再び起乗し、一番人気に押される。好意でレースを進め、直線抜け出すもグロンディオーズに、首差さし切られ二着に敗れたが、後続には小馬審査をつけた。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。